ガーシー容疑者の旅券が失効しました。動画投稿サイトで著名人らを脅迫した疑いなどで逮捕状が出ている前参議院議員のガーシーこと東谷義和容疑者の旅券が失効したことが分かりました。ガーシー容疑者は滞在先のドバイの日本総領事館に旅券の紛失届を提出し12日付で旅券は失効しました。国外退去を求められるかどうかは滞在国の判断になります。